プリローダは、ロシアのミール宇宙ステーションの7番目のモジュールで、最後のモジュール。主目的は、リモートセンシングを通じての地球資源に関する実験、リモートセンシング方法の開発と実証であった。制御システムは、ウクライナのハートロンによって開発された。モジュールプリローダは、もともと展開式の太陽電池アレイを乗せる前提で、設計されていた。 しかし完成が遅れたことと実際には太陽電池アレイの追加は他のモジュールで既に計画が立てられていたことから太陽電池アレイは打ち上げ時のコンフィギュレーションには含まれなかった太陽電池アレイがない代わりに見入るまでの飛行の間に使うためにプリローダには20冗長構成のバッテリー合計168個から電力供給を受けたプリローダには 余圧されていない観測機器区画と余圧された観測機器、ペイロード区画で構成されていた。非余圧部には推進システム機器やエヴァ用の手すり、化学機器が取り付けられており、余圧部は外部観測機器区画と内部居住、作業用空間の2つの部分に分かれていた。プリローダの実験装置は12カ国から提供された。これらの実験装置は、受動、 能動療法の観測方式を使ってマイクロ波、可視光、近赤外線、赤外線スペクトル領域をカバーした。プリローダは1996年4月23日にプロトンロケットで打ち上げられたが、軌道到達後に電気コネクターが故障し、利用可能な電力が半分になってしまった。この電力の問題のため、プリローダは電力を喪失するまでに、 ドッキングのチャンスが一回しか余裕なかったが、他のモジュールの多くが、最初の試みでは、ドッキングに失敗していたために、地上側ではドッキングできないのではないかという懸念を持たせた。しかし、プリローダは4月26日に無事ドッキングを終えた。コアモジュールの Z 軸のドッキングポートに移設されて、高級結合された後、ステーションの電力システムに接続され、 他のモジュールの太陽電池パネルから電力を得ることとなった。プリローダのバッテリーはクルーによって外されて、プログレス M-31 に乗せられた後、再突入、廃棄された。2000年の最終滞在の間、電力負荷が非常に高かったとされ、このためクルーは、プリローダの装置を起動させることができなかった。2001年の3月に、プリローダは、 ミールともに再突入し、破壊された。ありがとうございます。